こんにちは。毎日着物生活十数年、木下着物研究所、木下紅子です。こちら側から失礼いたします。帯を結ぶとき、後ろでね、いろいろ紐類結ばなきゃいけないんですけれども、どうしてもその結び目が緩んじゃうんだけど、どうしたらいいんだろうというふうに思ってらっしゃる方いらっしゃいませんか？思い当たる方ね、いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、今日は紐類の効率の良い、緩みにくい結び方についてお話をしていきたいと思います。今後ろでっていうふうにお話ししましたけれども、紐類すべてに共通することになりますので、ぜひ今日の動画お役立ていただければと思います。さて、後ろでね、紐類をいろいろ結んだりするときにどうしても緩んでしまうという方、結構ね、お声をお聞きするんですけれども、よくよくお聞きしてると、それは腕がね、上がらないみたいなことも原因の一つではあるかもしれませんけれども、それだけではないなというふうに思うので、今日ね、ぜひお役立ていただければと思います。今日は分かりやすいように、ちょっとね、低い位置になりますけれども、腰紐を結びながらお話ししていきたいと思います。今後ろでね、結んでお話ししますけれども、これは前で腰紐を結ぶとき、それから帯締めを結ぶときも全く同じことが、応用としてお話しできるなというふうに思うので、ぜひぜひしっかりお聞きいただければなというふうに思います。さて、紐類結ぶとき、すごく重要なことっていうのは、根元で結ぶということがすごく重要です。根元で結ぶ、それは紐だからね、根元で結んでるじゃんっていうふうに、思ってらっしゃるかもしれませんけれども、ここね、紐を結ぶ時の極意は、ここまだ今かけてないですよ。ギリギリまでこうやって紐を重ねて、もうこれ以上いきませんっていうところになってから紐をかけるというのが極意になります。これが OK パターンです。 NG パターンいきますね。 NG パターンはこの遠いところから、ちょっと大げさにやりますけど、遠いところからやって、で体にギューって近づけていく、この紐の結び方っていうのは、あまり結べてないというか、緩くなる結び方だなというふうに思います。これはそのこの辺でやっても同じことですよね。ちょっとこうやって紐をかけて、ギューってこのギュギュギュって結んで体に近づけていくっていう行為が、紐がね、きちんと結べないということに私はつながるんじゃないかなというふうに思ってるんですね。だから繰り返しになりますけれども、いいですか、まだ結んでないですよ。このキリッキリのところまで持ってきて、もうこれ以上いきませんっていうところになって、初めて紐をかける、これが紐を結ぶ極意になります。ここから先はね、蝶々結びしたりとかするんですけど、要はここが緩まないようにしたいんですね。なぜ NG の結び方がダメなのかというお話をしていきましょうね。ここちょっと遠いところからキューってやって、ここ近づけますよね。この一瞬は強く結べてるんです。なんですけど、ここ根元から少し右の手も左の手もちょっと動いてるの分かりますか？根元から動いて次のアクションをするために、こうやって押さえたりとかして指を動かさなきゃいけない。この段階で紐類っていうのは緩んでしまうんです。それに対してキリッキリまで待って紐をかける場合っていうのは、指をね、次のアクションにするために動かさなくていいんですよ。だから緩まるタイミングがない。なので、極力根元で紐を結んでくださいねというふうにお話ししているのは、ここがポイントになります。ただ単純に紐を結んでいるだけなんですけれども、この根元で結ぶということを皆さんぜひね、気にしていただくだけで、紐類緩まなくなるので、ぜひお試しいただければなというふうに思います。本日のお話が面白いなとか、お役に立てたようでしたら、ぜひ高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いいたします。お着物好きのお友達がいらっしゃったら、ぜひこちらのチャンネルご紹介いただけたら嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。